なんかだいぶ乾燥してきましたよね最近。肌の敏感さにもすごい拍車がかかってるなっていう感じがするんですけど、皆さんどうですか？前回同様にちょっとこっちの目がまだアレルギー性皮膚炎がちょっと治りかけで、まだちょっと不安定なので、今回は半顔でこっちの顔を使ってメイク工程をやっていきたいなと思います。お疲れ様です。 SYK メイクアップのさやかです。いつもだったら出来上がった顔でお疲れ様ですって言いたいんですけど、今回の出来上がりは顔が半分しか出来上がらないので、もうすっぴんで撮らせていただこうかなと思いまして、こんな感じでスタートをしております。というわけで今日こっちのお顔を使って半顔メイクやっていくんですけど、本来は半顔メイクって顔の比較みたいな感じでやっていく方が多いと思うんですけど、私は顔の左右差がすごくひどいので左右比較してみましたっていうのが映えない顔だと思うんですよね。よく見ると目もこっちの方が横幅がね狭いんですよ。すごくもう普通にこっちの方が目が大きく見えるっていう感じの目の形をしてたり、眉の形もまあ左右違ったりはするので、よりこんなに目が大きくなるよとか、そういう感じの比較じゃなくってメイク工程の勉強をしながら、あ、こんなに変化があったんだなみたいな感じの、でも何もしてない状態とのまあ最後の比較みたいな感じで見ていただければいいんじゃないかなと思いますので、そんな感じで今日はよろしくお願いします。今回のメイクのテーマは顔色アップのメイクテーマでやっていきたいなと思います。今スキンケアだけしてる状態なので、このままメイクに入っていきたいなと思います。やっぱり寒くなってくると顔色がねどうしても悪くなりやすかったりするので、顔色がよく見えるようなカラーを使ってメイクをしていきたいなと思います。まずはこちらのストロボクリームのピンクライトから部分的につけていきたいなと思います。シルバーライトだったら明るさが出る感じなんですけど、ピンクライトは明るさプラスちょっとだけ血色感出るかなくらいな感じなので、今日はピンクライトを使っていきます。ストロボクリームをまず高いところをね中心にうっすらつけていきます。完全な下地っていう感じっていうよりかは、血色感とパール感で自然な内側から発光するようなツヤ出しっていうところで、まあ、光が当たってほしい明るいところにつけていってる感じです。こちら隅の方までつけるのは日焼け止め入りの下地を使っていくので、次に下地つけていきます。で、冬に絶対に使うのがこのプレッププライムのフェイスプロテクトっていう乳液のようなしっとり感の出る下地を使っていきます。 SPF50 なので日焼け止めもいらないのと、本当にねめちゃくちゃ保湿できます。ストロボクリームも保湿って言われて販売されてると思うんですけど、ストロボクリームはね保湿で言ってもテクスチャー的には結構軽めなので、こっちの方がもちもちした仕上がりになる下地です。これは全体につけていきます。私の動画を見てブラシのタッチとか動かし方を真似する方もしいらっしゃるようだったら、どのくらいの圧力で肌に当たってるのかなっていうのもよく見ながら観察していただけるといいと思います。ほとんどね肌がこんなに動くような感じで当ててないので、表面をなぜるような感じで当ててます。気になる方はねちょっと巻き戻して見ていただければと思います。そして私は超乾燥肌なので、もう10月くらいから保湿系のファンデーションに切り替えています。私が冬気に入って使ってるのはこちらのライトフルシープラスクイックフィニッシュコンパクトっていうクッションファンデーションですね。日本製のクッションファンデーションです。 MAC のスタジオフィックスフルイドとかスタジオフィックスコンプリートカバレッジクッションコンパクトなんかはどっちかというとセミマットな感じになってくるので、冬の乾燥しやすい肌をケアしながら使うっていう意味で保湿が高いものを私は使うようにしてます。で、12月とか1月とか2月くらいになってくると肌もどんどん乾燥してきて、フェイスパウダーも振りすぎるとあんまり良くないくらいにねすごい乾燥するんですよ。まあ、乾燥肌なので、なのでそうするとパウダーの量も調整はするようにしてます。クッションファンデーションは専用のパフがあるんで、これを使ってつけていきます。ブラシで取ったりするっていうのもなんか動画とかで見たりすると思うんですけど、ブラシで取ると結構な量を取ってしまうのでコスパよく使うっていうのと、あとピタッとフィットさせるためにスポンジを使ってつけていきます。
パフを当てる時もすごい薄いパフなので、あまり強くタッチするというか、ピタッとこうフィットさせるような感じで叩いてあげるといいと思います。あんまりこうペン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 叩くと肌に悪いので、叩きすぎないようにね、抑えるようにつけてあげてください。肌色のなんかトーンがグッと上がりますよね。ライトフルのシリーズはね、すごく綺麗にカバーができます。カバーはできるんだけど、まあ名前の通りライトフルっていう、こう軽いような仕上がりに見えるようなファンデーションですね。でライトフルのシリーズに同じようにリキッドファンデーションがあるんですけど、リキッドファンデーションとクッションファンデーションのテクスチャーはもう全然違います。リキッドの方が保湿とは言うんですけど割とサラッとした感じで、こっちの方がもちもちする感じのフィット感なので、私は冬はこっちを使いますね。冬でもそんなに乾燥気にならないよとか、厚みがないような仕上がりがいいよとか、透明感出したいっていう感じだったらライトフルのリキッドファンデーションの方がいいと思います。相当乾燥する人だったらこっちの方が厚みなくね、つるんと仕上がるのでいいと思います。じゃあ次にコンシーラー使っていきます。コンシーラーはスタジオフィックススムースウェアコンシーラーの NW25 番使っていきます。 NW なんでピンクトーンですね。私はこう目周りとか口周りが結構くすみがあるので、そこをねトーンアップさせるようにピンクトーンのコンシーラーで口周り目周りをカバーするようにしてます。スタジオフィックススムースウェアコンシーラーはリキッドなんですけど、水っぽくなくてクリーミーでもマットにセットされすぎない感じの質感なので、伸ばしやすくてカバーがしっかりできるのですごく気に入って使ってます。で私のこのクマに関してはもともと皮膚がふっくらしちゃってできてるクマなので、これはねちょっとメイクだとカバーできる限界があるので、ここはそんなにカバーせずに肌の色のくすみをメインにカバーするようにしてます。こういう影でできちゃうクマの見極め方は、顔を下げた時に暗くなって上げると消えるっていうのが特徴ですね。こういうタイプはメイクだと完全に消すことはできないです。だいぶこうピタッとしたツヤ感の出る仕上がりになりましたね。で冬になってくると、ここで早速フェイスパウダーをつけてメイクをセットすると、乾燥肌の私は時間が経って粉っぽくなってしまうことが多いです。なのでファンデーションとか下地に入ってるちょっと時間経てば揮発してしまうツヤ感なんかとか、あとは肌がちょっと吸っていくような保湿感だったりっていうのが、落ち着いてからパウダーするとパウダーのしすぎっていうのを防げるので、ちょっと時間を置いてからフェイスパウダーをしていきたいと思います。なのでまずはアイメイクからこの後仕上げていきたいなと思います。アイシャドウつける前にいつものアイシャドウベースを使っていきます。私の動画を初めて見るよという方は、このアイシャドウベース本当にキーアイテムで一番大事にしてるアイテムなので、知らない方はここに貼ってるカードの紹介動画をチェックしてください。色がつかない透明のアイシャドウベースですね。にじまなくなって色の発色が良くなって崩れにくくなります。まず使っていくのがこちらのパウダーキスアイシャドウのストライクアポーズを使って血色感を出しながらメイク仕上げていきたいなと思います。ブラシは217番で仕上げていきます。パウダーキスアイシャドウは肌色が透ける感じで色がふわっと乗っていくので、通常のマットのアイシャドウよりも広げた時に優しく発色してくれるのが特徴です。なんでアイホール全体につけていってもボテッと色が乗った感じにならずに、マシュマロみたいな滑らかな質感で仕上がるので、こんな感じでふわっと血色感が良くなるような仕上がりになります。で同じカラーを目尻側から真ん中くらいまでつけていきます。こんな感じですね。で下まぶたの目頭側から真ん中までは今日はこちらのアイシャドウを使っていきます。ミネラライズアイシャドウのラブコネクションっていうツヤ感が綺麗に出るカラーですね。こんな感じでツヤ感が出ます。いつもよく使ってるスウィートヒートの方がちょっとこうつるんとした感じで、ラブコネクションの方が粒感がもう少し粗めな感じですね。粗めって言ってもラメではないですね。ツヤ感っていう感じで使えます。
構自然な明るさが出ますね。最初にラブコネクションをつけると結構しっかりつくので、まあ、この中間のカラーつけてから後から入れる方が自然でつけやすいかなと思います。でラブコネクションのアイシャドウはこっちの方がツヤが結構粗めで、こっちが粒子が細かめっていう感じなので、粒子が細かくて色が敷き詰められる方が発色があるので、こっちの方がちょっと白っぽく出ます。まあでも真っ白じゃないですね。肌色が透けるけどちょっと明るさが出るっていう感じで、こっちは肌なじみのいいベージュゴールドっていう感じですね。今日は混ぜて使ってます。混ぜることで大きい粒と細かい粒が混ざってつるんとした質感になるので、個人的には混ぜて使うのが一番好きです。2色入ってるので締め色とアイホール用かなって思われる方もいらっしゃるんですけど、全然そんなに色出ないので、もうどっちもアイホール用って感じですね。そして次にソフトブラウン、コーラルブラウン系のカラーをつけていきます。ブラシは変わらず217番を使っていきます。立体眼出しなので目尻と目頭のところに色を入れていきます。この眼球の丸みを出すために影影っていう感じで作って、真ん中が高くなって見えるようにするためのグラデーションですね。こんな感じで二重幅をちょっと超えるような感じで入れていきます。で239番ブラシで目尻にも入れていきます。下のところですね。はい、こんな感じで、でここまで見てるとここにしか今色が入ってないんで、だいぶカラフルに見えると思うんですけど、アイラインとかマスカラとかつけるとそこでもう少しカラーもの感が抑えられるので、全然カラフルな感じにはならないです。そして今日は締め色を入れていく代わりに、こちらの、アイコールのテリーっていうブラウン系のパール入りのアイライナーを使って、アイラインの、ね、ガイドラインを引いていきます。ガイドラインっていうのは、まあ、下書きみたいな感じですね。リキッドラインだけシュッて引くと、リキッドラインだけくっきり生えてしまって目立つんですよね。なんでポツンってアイラインがあると目がこじんまりして見えてしまうので、このペンシルのラインを少しぼかしながらのせることによって、アイラインがこうじわっとにじみ出たような柔らかい存在感を出せるように下書きをしていきます。こんな感じでまずガイドラインを引きます。ちょっとエッジを効かせるためにね、この目頭の下のところにも少し入れてます。でこれを、ブラシ239番ブラシでなじませていきます。このアイコールはね、そこまでこう説得力高くないものなので、乾くって言って焦って伸ばさなくても全然大丈夫です。全部伸ばしちゃうとぼやっとしすぎちゃうので、境目だけ伸ばす感じで大丈夫です。はい、こんな感じでガイドラインができました。そしたらアイライン引いていきます。こんな感じですね。今日は血色感を出すメイクっていう感じなので、あんまり締め色をガンガン入れていかずに、立体感は明るさを中心に出していきたいなと思ってます。なので目頭にすでにラブコネクションで明るさは出てるんですけど、上についてるマットのアイシャドウの上にちょっとツヤ感を足すっていうのと、下まぶたにはもう少しラメ感で高さの出る立体感を出して凹凸感を出していきたいなと思います。こんな感じでラメを使っていくんですけど、上品に仕上げたいっていう方はこっちのエブリデイズサンシャインっていう細かめのパール感がいいかなと思います。華やかな感じとかね、爽やかな雰囲気で、あとはなんかちょっとこう元気な雰囲気にしたいっていう方は大粒のフラッシュ&ダッシュっていうカラーが可愛いので、好みで使い分けてもらえるといいかなと思います。エブリデイズサンシャインとフラッシュ&ダッシュですね。今こうバッて敷き詰められてる感じなのでメタリックに見えると思うんですけど、これをパラパラした粒感に変えて散らしていく感じなので、ここまでメタリックにはならないです。今日は質感を見ていただけるように、上を繊細なパール感のエブリデイズサンシャインにして、下にはすでにラブコネクションも乗ってるので、大粒のフラッシュ&ダッシュを乗せて少し華やかさを足していきたいなと思います。この黒目の上のところに乗せて、これを指でポンポンポンと押さえていきます。こんな感じですね。ちょっと透明感出ますよね。はい、フラッシュ&ダッシュ乗せてこんな感じです。こう一気に華やかさ出ますね。
可愛さ出したい方は大粒がいいかなと思いますね。上品で仕上げたい方はエブリデイツサンシャインくらいで十分かなと思います。で、肌色がちょっと焼けてるとか地黒っぽい人はエブリデイツサンシャインだとちょっと白い頭という場合ならビームタイムくらいがいいかなと思います。同じシリーズの今日はビューラーをこのプロストア限定のハーフラッシュカーラーを使ってまつげ上げていきたいと思います。マスカラ下地をねつけていきます。私は、下まつげしかマスカラの下地つけないので先にじゃあ上のマスカラして下まつげの下地乾かす間に眉毛を描いていきたいと思います。上のマスカラはエクステンティッドプレイパームミーアップラッシュを使っていきます。お湯で落ちるタイプですね。ちなみにパームミーアップラッシュはこんな感じの頭です。丸い感じ。下まつげだけ伸ばすんだったらエクステンティッドプレイギガブラックラッシュが好きなんですけどカールの残る感じとか軽さはこっちの方が好きなので上にマスカラつけるときはこっちを使ってます。下まつげにはエクステンティッドプレイギガブラックラッシュ使っていきます。頭ちっちゃいタイプですね。眉毛やっていきたいと思います。眉毛はふわっと仕上げていきたいんでパウダーファーストでやっていきます。今日は顔色が良くがテーマなのでスモールアイシャドウのウェッジを使っていきたいと思います。はい、隙間を埋めてこんな感じですね。ウェッジは黄色っぽい眉パウダーとかグレーっぽいものよりもちょっと暖色系で血色感が出るようなカラーになってます。ただパウダーで埋めて足りなかったところだけペンシルを使っていきたいと思います。ペンシルはアイブロウスタイラーのテーパード使っていきます。テーパードも普通の茶色より血色出るからですね。これが普通の茶色のブルネットでこっちがテーパードです。若干暖色系でもストラットよりも赤すぎない感じです。そして眉マスカラはアイブロウビッグブーストファイバージェルのストラットを使っていきます。黒髪ですけどね血色よく眉毛仕上げていきます。いつも使ってますけどやっぱりファイバー入りなのですごくふわっと仕上がるのと前のシリーズよりも形が整えやすいです。ワックスみたいな感じ。こんな感じでふわっとさせました。目周りの立体感を少しだけ入れていきたいなと思います。さっき眉毛に使ったウェッジを使って鼻の筋の影を入れていきます。眉毛から鼻筋に向かってつながるように入れていくと骨格がね綺麗につながって見えるのでここにまず入れてあげてあとはここにも骸骨の穴の骨がねこの眉毛の内側の骨とリンクしてつながってくるのでそこにもね軽く影を入れておきます。目の横幅を出すために少し外側に流してあげると自然に目を大きく見せられるので目尻側だけちょっと横に流してあげるとおすすめです。こんな感じで目幅が少し広がって見えるかなと思います。でまだフェイスパウダーしてないんですけどだいぶツヤ収まってきたの分かります。こんな感じで時間を15分か10分くらい置くとこんな感じでねちょっとサラッとしてくるというかピタッとしてくるのでフェイスパウダーはもう最後の方にねやっていけば十分ですね。乾燥肌の方の場合はなんで先にシェーディングチークとハイライトやっていきたいと思うんですけどアイシャドウだけつけてた時よりも全然カラフルじゃないですよね。こんな感じでアイラインとかマスカラすると色が落ち着いて見えます。そしたらまずシェーディングを入れていきます。シェーディングはスカルプティングパウダーのスカルプト。これは私の肌に合わせたカラーですね。でふわっと柔らかく入れていくので135番ブラシっていう結構大きめのブラシを使って入れていきます。大きめのブラシ使う時のポイントはちゃんとこのブラシの向きを気にして当てないと適当な形で当てるとすっごい広がっちゃったりとかするんでこの外側の部分は広い面で縦にこう影を入れていきたいんで横向きに使うんですけど頬骨のラインに入れる時はこのサイズのままだとめっちゃ大きいんですよ。なんでちょっとこれをね斜めにして細くなるように入れてます。ブラシ当ててもうフェイスラインはシェーディングだけでかなりサラサラになりました。
おでこのセットで、このアクセンチュエイトっていうクマキシパウダーで人気のちょっとピンクトーンのパウダーがあるんですけど、これをねちょっとつけてセットしました。テカリを抑えるっていうのと、乾燥肌なんでそんなに粉で抑える必要がないので、フェイスパウダーしてからハイライトカラーみたいなのつけるともうダブルで粉を使ってしまってすごい粉っぽくなっちゃうので、アクセンチュエイトで一緒にセットするっていう感じでパウダーをつけてます。十分明るくなりますよね。ちょっとカメラだともしかしたら分かりにくいんですけど、あの自然な明るさが出ます。あと顎、あとお鼻の頭とかですね。で小鼻横。冬はもうパウダーの量自体が少ないので、割とシェーピングパウダーでセットしたりすることも多いですね。でちなみにこっちの全店で売ってるコントワーパレット、こっちだとシェーディングで使ったスカルプトがこれと、あとはアクセンチュエイトがこれと、あとはフェイスパウダーとして使うこっちもね可愛いです。クリームっていう肌色っぽいカラーなんですけど、でエンファサイズと明るめのも入ってて、これも店頭で売ってるので、全店で売ってるので一気に揃えたい人はこっちの方がいいかもしれないですね、値段的に。はい、もうだいぶテカリ感はないですよね。シェーピングパウダーの方がテカリじゃない自然なツヤ感のあるパールが少し入ってるので、それでねこの辺が自然にマシュマロみたいな仕上がりになってます。今使ったパウダーですね。そしたらチークつけていきます。チークはグロープレイブラッシュのブラッシュプリーズ使っていきます。スフレみたいな感じのしっとりしたプリプリチークですね。ブラシは、170番ブラシ、普通にファンデーション使った時のと同じものを使っていきます。あまり強く当てずに優しく表面をこうスッとこするようにつけると色が出やすいです。そんな感じで頬の高いところにね血色感を出してあげて、でちょっとこれまあしっとりって言ってもほとんどもうほぼパウダーなので全然ベタベタはしないんですけど、このしっとりに少しだけパール感を足すとよりこう崩れにくくなるので、エクストラディメンションブラッシュのイントゥーザピンクっていう本当白っぽいピンクなんですけど、肌がすごい白い人だとまあ普通のピンクにちょっと出ちゃうかな。でも私くらいの肌色の場合ほとんどねピンク感あんまり出ないです。こんな感じ、影になるとこのくらいで、ね、光るとまあツルーンってツヤ感が出るようなあのエクストラディメンション独特の質感ですね。グロープレイブラッシュのブラッシュプリーズはこちらですね。普通のチークみたいにドーンって色が乗らずに肌がちょっと透けるような感じになるので、この透ける感じの上にこのパール感をちょっと重ねて、立体感を出していきたいなと思います。ピンクをしっかり出すっていうよりもちょっとパール感を足したいって感じです。この上にハイライトつけちゃうとやっぱり白さが出ちゃうので、白さを出さないように明るさ出す感じですね。この139番ブラシでつけていきます。ワンタッチくらいでスッて取って、でこのついてる面がガッと洗った時の方のこの高いところに当たるように上から当てます。下から当てたり毛先でぐるぐるぐるってすると一箇所に固まってついたり、下から当てるとここに引っかかってこっちの下の方にいっぱいつくので、高いところに引っかかるように上から撫でるようにすると高さも一緒に出しやすいです。はい、こんな感じです。立体感出ますよね。ここの立体感は普通の白いハイライトで入れるとちょっとわざとらしくなりすぎるので、チークにこんな感じでなじませながら入れてあげると自然で可愛いかなと思います。もう左右で立体感が全然違いますよね。でハイライトは限定のパッケージですが、既存で販売されているエクストラディメンションピンフィニッシュのダブルクリームツヤ感のハイライトで入れていきます。ツヤはこのくらいです。これめっちゃツヤツヤ、濡れたようなツヤが出ます。ハイライトのブラシは159番ブラシで入れていきます。もう高いところですね、置いて磨く感じで。でここ C で思いっきり作る方もいらっしゃるんですけど、ちょっと作り込みすぎちゃうので眉下入れたいときはね、眉下だけピンポイントで入れるとかがいいと思います。あんまりつなげずにここにポイントで入れて、まあちょっと上も入れていいかなくらいで入れていただいてもいいと思います。私はあんまり眉下入れるの好きじゃないんで眉下入れないです。で鼻筋の高さ出して、お鼻の頭のツーンって高くなった感じ出したいんで、私はね指で取ってピンポイントで鼻の高くしたいところに乗せます。この時に指のタッチが強いと指が当たる面積が、ね、増えちゃうんですよ、鼻がブイッと潰れて。なんで本当に表面をスッスッスッってやるくらい、あんま触んないです。で何もついてない指でちょっと調整するくらいですね。はい、こんな感じで
スーンと高いところが出来上がります。なので鼻筋作りたい方はちょっと試しにやってみてください。でこの鼻筋、鼻の頭のツーンは白すぎるハイライトだとめっちゃここに色出ちゃうんで、あの分かりやすくなっちゃいます。ダブルクリームはそんなに白さが出なくて透ける感じだからできるっていう感じです。そしたらリップに入っていくので、リップの前はリップの下地で唇を保湿していきます。一番最初にリップコンディショナーで、もうスキンケアの時点で、リップクリームはつけてるので、これはもう本当に口紅を落ちにくくしながら保湿調整するためのベースって感じですね。これをつけたら30秒置くといいです。で今日使っていくリップはこちらのバーシーカラーステインのタトゥーマイハートというカラーを使っていきます。これ知ってますかね。意外とね結構前からあるんですけど、一応落ちにくいシリーズ、まあそんなにがっつりって感じじゃないんですけど、見た目はねこうやって鮮やかに見えると思うんですよ。でもこれすごい水っぽくてめっちゃ伸びるんですよ。こんな感じでスイスイっとこんな感じで、グロスほどねベタベタじゃなくて、でも水っぽすぎない感じでピタッとフィットしてくれるカラーで、すごい使いやすいカラーです。なんかこう最近特にその私こっちの目が荒れちゃってたので、あんまりこうがっつりした口紅だとなんかここは全然メイクできないのに口紅だけしっかりしすぎてるなっていう感じになっちゃうし、バランスが難しいなっていう感じだったんですけど、このタトゥーマイハートはなんかすっぴんメイクみたいな感じで使える、でもすっぴんっぽいけどちゃんと血色いいみたいな感じで使えるので、標準くらいの肌色の方にはすごく使いやすいカラーかなと思います。肌が白い人はちょっと若干濃いめに出る可能性はあるんですけど、ただね普通の口紅よりめちゃくちゃ伸ばしやすい軽い質感なので、こう日焼けしてる方以外は大体使えるんじゃないかなと思います。こうやってのせると濃いですよね。でもこっから伸びるんですよ、めっちゃこんな感じ。もっと濃くしたい人はもう一回重ねれば、ワントーン濃くできるので、あの調整がしやすいですね。でもバランス良くないですか。カラコンしてないですけど、なんかこう目の、ね、大きさも変わって見えますよね。はい、というわけで今回はこっちの目がちょっとまだ病み上がりでメイクできないので、半顔メイクっていう形で血色感の出るメイクをやってみました。どうですか。結構顔色もよく見えるし、なんか取り入れやすい感じじゃないですかね。で、あと、まあ、マスクをしてしまうんで、マスクをするって考えたら目元だけ、このチークとかリップせずに目元だけでもいいと思いますし、ハロウィンも終わって次はクリスマスになってくるので、家族とか身内の方たちだけでじゃあそういうパーティーするよってなった時に血色感が出る感じでメイクをしておくと写真にも映えますし、あんまりこうなんかやりすぎ感もそんなにないと思うので、多分取り入れやすい感じで使っていただけるメイク方法なんじゃないかなと思います。早くねちょっと両目メイクしたいんですけど、まあでもこうやってない感じとなんかやっぱなんだろう、幸薄感が全然違いますね。幸薄くないですか。なんかめっちゃ幸薄い、田舎のヤンキー感がすごい。口はちゃんとしっかりやってますよみたいな感じで全然顔が変わるんでね、やっぱメイクって大事だなって思いますね。はい、というわけで今回こんな感じで終わろうかなと思います。今回の動画が参考になったなと思っていただけたら、ぜひ高評価とチャンネル登録、あとは、通知ボタンも押していただけると嬉しいです。まだインスタグラムねフォローされてない方はぜひインスタの方もフォローをよろしくお願いします。では失礼いたします。お疲れ様でした。